皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、脂質の働きについてお話しさせていただきたいと思います。栄養素には三大栄養素というものがあります。タンパク質、炭水化物についてはこれまでの動画でお話しさせていただきました。今日はこの三大栄養素の一つである脂質についてのお話をさせていただくんですけども、そもそも三大栄養素というのはですね、人間が生きていくために必要なエネルギーを生み出す栄養素、生きていく上で最低限必要な栄養素をまとめて、こういうふうに三大栄養素というふうに呼んでいます。タンパク質、炭水化物、脂質、この3つが三大栄養素です。皆様は脂質と聞いてどういったイメージを持たれますでしょうか。どちらかというと、取りすぎちゃいけないよなっていうような、ちょっと悪者寄りのイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。それもあながち間違いではなくて、取りすぎには注意しなければならない栄養素なんですが、この三大栄養素の中に一つ入っているということは、本来必要不可欠な栄養素であるからということなんですね。なので今日はマイナスイメージを持たれがちな脂質について、一体どういう働きがあるのかっていうところをご説明させていただきたいと思います。でまず、脂質の働きについてなんですけれども、まずですね、 1g あたり9キロカロリーというとっても効率のいいエネルギー源となります。タンパク質と炭水化物が 1g あたり4キロカロリーとなりますので、上の2つに比べて倍以上のエネルギーを 1g で作り出すことができるというところが、まず1つ一番大きな働きではないかなと思います。それだけではなくて、エネルギーの貯蔵という役割もあります。そしてあとホルモンの材料ですとか、人間の一つ一つの細胞の、細胞膜っていうのがあるんですけども、その細胞膜の材料にもなります。あとはですね、血圧のコントロールだったり、体温のコントロールも脂質がになっています。あともう一つ忘れてはいけないのが、脂溶性ビタミンというものの吸収を促進するということがポイントです。ビタミンには水溶性と脂溶性というのがありまして、詳しくは今度お話しさせていただきたいと思うんですけども、その脂溶性ビタミンというビタミン、ビタミン A、D、E、K、 この4つのビタミンはですね、油と相性がよくって、脂質の働きによって吸収がスムーズに働くという特徴があります。こういった脂溶性ビタミンの吸収の促進というところも脂質のとっても大切な働きです。日本人の傾向として、不足するっていうことは、あまりない栄養素ではあるんですが、特に高齢者の方ですと食事の量が減ってしまったりして、脂質が足りないっていうことも最近見受けられるというふうに聞いています。不足すると、エネルギー不足であったりとか、脂溶性ビタミンの吸収がうまくできないというところで、ひどい場合にはビタミン欠乏ですとか、あとは抵抗力の低下にもつながるというふうに言われています。脂質と一括りに言われるんですけども、脂質には種類がありまして、ちょっと難しい話になってしまうので簡単にご説明させていただきたいと思うんですけれども、まず脂質というものを大きな括りで分けると、飽和脂肪酸と、不飽和脂肪酸というものに分けることができます。で、飽和脂肪酸というのは、分かりやすく言うと、常温の状態で、固体のもの、例えば、バターとか牛脂とかもそうですね、ココナッツオイルとかも常温で固体かなと思います。不飽和脂肪酸という脂肪酸なんですけれども、こちらは、常温で液体の状態の脂肪を言います。例えばオリーブオイルですとか、ごま油とかですね、あとはエゴマ油とか、そういったものが不飽和脂肪酸の仲間になります。で、さらにこの不飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸を細かく分けていくと、まず飽和脂肪酸の中で3つに分けることができます。1つが短鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸と長鎖脂肪酸というふうに3つに分けることができます。短鎖脂肪酸というのがですね、メジャーな食品でいうとバターの脂肪酸とかが短鎖脂肪酸の
中に入ります。中鎖脂肪酸ってよく耳にするかなと思うんですけれども、ここに入るのが、ココナッツオイルですとか MCT オイルとかですね、2つが、まあ、一番メジャーかなと思います。中鎖脂肪酸はこちらお肉とかに含まれる脂質がこの仲間に入ります。不飽和脂肪酸もさらに2つに分けることができまして、これは、二重結合の数で決まるんですけれども、一価不飽和脂肪酸というものと、多価不飽和脂肪酸というものに、不飽和脂肪酸の中でもさらに2つに分けることができます。一価不飽和脂肪酸に含まれるのが、オリーブオイルとかに含まれるオレイン酸が一番メジャーところですかね。多価不飽和脂肪酸に含まれるのが N3 系脂肪酸と N6 系脂肪酸になります。あとは、この例外になるんですけれども、トランス脂肪酸っていうのも、まあ、聞いたことあるのではないかなと思います。トランス脂肪酸っていうのはマーガリンですとかショートニングなどに含まれる脂質です。では本日は、脂質の働きについてお話しさせていただきました。この動画がためになった、参考になったということは、グッドボタンとチャンネル登録をいただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。